田中和明は、日本の政治家。前埼玉県草加市長。埼玉県草加市生まれ。1971年3月、国学院大学文学部を卒業し、同年4月に草加市役所に入職。広報校長課長や草加市教育委員会、議会事務局長等を務める。2009年3月、草加市役所を退職。2010年10月27日、 総加市議会は臨時議会を開き、増収賄事件で有罪判決が確定した元総加市条約を擁護する発言を問題視され、9月に不信任決議を可決されていた木下博信に対し、再び不信任決議を賛成多数で可決。地方自治法の規定により、木下市長は自動失職した。木下の自動失職により、12月12日に、 執行された出直し市長選に自民、民主、公明3党の指示を受けて無所属で出馬し、木下を破って初当選した。2014年10月26日党開票の総加市長選に中学生までの子どもの医療費の無料化、高齢者らに対する買い物ボランティアの創設等の実績を訴え、自民、民主、公明、社民推薦、共産支持で出馬。 地域政党、ネクスト総科の支援を受ける、現職の木下博信に前回よりも大差をつけて破り、再選。2018年6月13日、6月、定例市議会で10月28日投開票の総科市長選に立候補しない意向を表明。同年10月28日付で市長を退任。総科神社拝殿、ありがとうございます。